小倉南区おさゆき校区。北九州市のシンボルともいえる紫川が東部を流れるこの校区には多くの史跡があります。その史跡を巡りながら校区を歩く史跡巡り、別名健康づくりウォーキングの B コースをご紹介します。史跡巡りの B コースはこのようになっています。スタート地点はおさゆき市民センター。県道61号線を西へ進み、古稲荷神社まで行ったら小高い住宅地へ進み、校区を見渡す小道を抜けてセンターへ戻ってきます。距離は 3.3 キロ、所要時間はおよそ80分。程よい高低差もあり、史跡散策をしながら健康づくりもでき、眺めも良いコースです。それでは順を追って見ていきましょう。まずセンターを出て最初に見えるのは猿田彦狼。昔の地域の入り口に悪病の侵入を防ぐために祀られていると言われています。次に見えるのは観音堂です。本尊は小観音、弘法大師、不動尊を祀っています。昭和39年に建立され、平成12年に再建されたものです。県道61号線沿いから少し外れて南へ、菅生中学校の校庭にあるのが箱式石棺です。昭和28年、おさゆき小学校の校舎改築に伴い3基が発掘されました。そのうちの一つが菅生中学校の校庭に保管されています。発掘当時、この棺から矢尻などの鉄製品が発見され、古墳時代の初期のものとされています。再び県道へ戻り、住宅地の合間に見えるのは稲荷神社の鳥居。この稲荷神社は平安時代から安土桃山時代まで何度か再建された長い歴史を持つ神社です。県道を進むと左側に見える小さなお堂は観音堂です。昭和2年に建立され、小観音、小安大師、不動明王を祀っています。観音堂から田園地帯の方を見下ろすと小さな稲荷社が見えます。通称さよ姫様と言われ、拝むとイボが治るという言い伝えがあります。さらに県道を進み少し入ったところにも観音堂があります。県道を進んで大間地区へ入る直前で、山側へ登ると見えてくるのが古稲荷神社です。安土桃山時代からある神社であり、そのそばには祭神である秋葉様があります。ここから徳吉地区方面へ細い道を歩くと、途中に見えるのはこんぴら社。さらに歩くと孔子吉兵衛の碑があります。これは親孝行者として小倉藩から表彰を受けた吉兵衛を顕彰するため明治時代に建てられたものです。江戸時代に吉兵衛の徳をたたえて作られた縄内くどきは盆踊り歌として現在も歌い続けられています。全 3.3 キロのこの史跡巡り、おさゆき地区の歴史を深く味わいながら健康づくりしてみませんか？